親愛なるワオナーの皆さん、そして、この動画を見に来てくださった視聴者の皆さん、おはこんばんにちはオン、霊夢です。マリサなんだぜ。ゆりこよ、ヨウムです。スッちゃんです。以前世界で一番愛されたデスランとして、虹色のデスランに挑戦したんだけど、フォートナイトの公式発表の最新の人気クリエイティブマップを見ると、別のマップが1位になっていたのよね。というか虹色のデスランはもはやトップ3に入ってないんだな。そうなのよね。ということで今回は、この150レベルデフォルトデスランに挑戦していくわ。嫌です。はぁ？だってまたどうせ針地獄があるんでしょ？そんなの絶対に嫌だ。そうね、気持ちはものすごいわかるわしっちゃん。じゃあ今回はやめてもいいわよね。ダメです。いやーワオンゲームスではマップや新要素の検証や、クリエイティブやバトルラボで遊び方の紹介をしたり、見てくださる視聴者さんがいろんな楽しみ方ができるように、ちょっと変わった動画をほぼ毎日投稿しています。どんな年齢の方でも安心して見てもらえるような動画作りを心がけていますので、チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートをして応援してくれると嬉しいです。さあ、それじゃあ頑張ってねしっちゃん。鬼、悪魔、うわ、いきなり針があるじゃない。大丈夫大丈夫、今までいくつかデスランクリアしてきたでしょ。しっちゃんも確実に上達しているわよ。自信を持ってちょうだい。やってる方の身にもなってほしいわ。でもやっぱりさすがに最初は簡単ね。もう4ステージまで来たわよ。ここも軽々飛び越えちゃうんだから。よっと、はい楽勝。なんだ、心配して損しちゃった。これくらいのレベルなの？これならすぐに終わらせてあげるわ。いきなり強気になりましたね。これがフラグにならないといいんだけどね。ここもあれでしょ、針怖いと思わせておいて、ほら簡単に飛び越えちゃった。あれ？ブラックラー？次はこれを使えばいいの？下に何かあるのかな？じゃあ、いやブラックラーなんだから上だろどう考えても。あ、しっちゃんあの穴に入るみたいよ。なんだ、簡単そうじゃない？はい楽勝。このまま一気にゴールまで突き進むわ。今度は綱渡りみたいな感じみたいですね。これもゆっくりやれば大丈夫。心配して損しちゃった。これからはデスランのシップとして生きていくわ。これも子供騙しじゃない？シップを串刺しにしようなんて100年早いのよ。出直してきなさい。ここも下に落ちたらダメなやつよね。インパルスで飛んでいくんでしょ？シップには通用しないわよ。はい楽勝でーす。いやすごいじゃない、しっちゃん成長したわね。しっちゃんへの期待値が低いけん。なんか矢印がいっぱいあるわね。こっちに進めばいいのね。ここは、足を凍らせてあの床で加速するのね。はい楽勝。いやまだコースあるんかい。あ、でもなんとかなった。バウンサーで飛んで。あ、こっちにも飛ぶのね。楽勝すぎてなんかごめんなさい。あ、じゃーあ、ついに針の餌食に。いや今のは不良の事故よ。こんなところに飛ばされる床があるなんて思わなかったわ。コースさえ把握できれば何の問題もないわ。あ、じゃあ流れるようなクラブ回収ですね。さすがしっちゃんね。うるさい。でももうどうしたらいいのかわかったわ。見た見た、シップのこの学習能力、みんなも参考にしてくれていいわよ。普段で勝ち誇るしっちゃん。次は小さな足場をジャンプで進んでいくみたいですね。確かしっちゃんジャンプ系も苦手だったわよね。ふっふっふっ、いつの話をしているの。シップに苦手なんてないんだから。針地獄以外、針地獄はどうしても嫌なようです。ほらクリア。これくらいのレベルならむしろ楽しいまであるわ。あ、やっぱり楽しくないです。ここからなんか針が増えてきそうな気がするわね。でもまだ量的には大したことないわね。そうですね、これくらいなら大丈夫なんじゃないでしょうか。だからやってる人の身にもなってよね。ほら見てよ、だんだん多くなってきたじゃない。下とそれ以外の針の出てくるタイミングが違うのがややこしいのよね。ちょっとでも出すぎると横の針にやられるし、ビビってあまり出ないと下の針が出てこないのよね。とりあえず横と上の針を出して、今だ。よしやったわ。確実に上達してるかも。いや確実に上手くなってるけど、もっと大量に出てきた時にどうなるかだよな。ここはタイヤで飛んでいくのかな。針が目に入ると怖くなっちゃうけど、タイヤだけしっかり見てれば問題ないわ。はい楽勝。あれ、ここってどうやっていくの。なんか奥にジャンプできる装置があるわよね。あそこまで針を避けながら行けばいいのかな。他に何かギミックがあるわけじゃなさそうですね。いや針に飛び込んでいくの嫌だな。でも行くしかないわね。まあ下にしか針がないし、これは問題です。だからフラグ回収早すぎるって。くそ、今のは油断したわ。次で決めてやるんだから。あれ？いや、ここから何回。何よめんどくさいわね。まあいいわ。そんなに難しいわけでもないし。はい、ジャンプ装置まで来たわよ。あれ？ここ針が出てこないわね。うん、この装置が邪魔をしてるからかな。じゃあ一気に飛んでいこう。じゃあ。やっぱり地面だと針が出ないわ。空中で針を出してから行かないと。じゃあ。次こそ成功させてみせるわ。よしやったわ。これでクリアだー。え？全然高く飛べないじゃーん。もうやだ。どうすればいいの？タイミングよくジャンプすればいいのかね？今までの苦労は何だったの？まさかあんなところにバウンサーが隠れていたとは。これはショックが大きいわね。まあ先に進めたんだし、気を取り直して頑張りましょう。あ、完全にメンタルに来てるじゃねえか。そりゃメンタルに来るわよ。簡単なステージを自分で勝手に難しくして苦しんでたんだから。まあそう言わずに、気を取り直す。やっぱりかなり気落ちしてたみたいね。ここでかなり手こずってしまいましたね。あ、今度はショックウェーブみたいね。どうやらあの裂け目に入ればいいみたいね。これは簡単なんじゃない？嘘でしょー。
天井があんなに低いなんて。でもそれさえわかれば大丈夫よ。はい、クリア。あれ？なんかちょっと雰囲気が変わったわね。やだやだ、針やだ。いや、そっち行けないんかい。くそ、やっぱり針を越えていかないといけないのか。でも針の量自体は少ないわね。慎重に行けば大丈夫そうよね。あ、やべ、飛びすぎた。やー、いや、何やっとんねん。やっぱり口に着地しないとですん。これって150レベルですらんよね。まだ21なのにこんなところでもたついていられないわ。どんどん先に進まないと日が暮れちゃうわよ。今回もインパルスか。下には何もなさそうね。あの壁のバウンサーで方向を変えないといけないのね。今回は一発で決める。あ、やばい。あ、よかった。なんとか着地できた。あれ、ここはどうするの。ジャンプで飛んでいくんじゃないの。シンプルなコースですよね。あれ、いや、これ結構難しいんですけど、最初のジャンプが終わったら助走がつけられないのよね。全然届かないわ。なあ、しっちゃん、それって勢いを保ったまま連続で飛んでいけばいいんじゃないか。いや、そんなこと初めからわかっていたわよ。そして、マリサの言う通りにやったら簡単にクリアできたわね。あれ、次はジェットパック。あ、しっちゃんの聖域が隠れてしまいました。これはなるべく早くクリアしてもらわないとね。あの穴を通っていけばいいのよね。めちゃくちゃ簡単なんじゃない。横に針とかもないし。そうね、ここは比較的簡単そうだわ。まだ24レベルですもんね。しっちゃん。いや、これ想像以上に難しいんですけど。あ、やっと穴を越えられたわ。次の穴はどこ。どこにもないんですけど。上の方にあったりするんじゃないか。あ、ほんとだ、あったわ。よし、次こそはすんなり入ってやる。あ、嘘でしょー。ジェットパックがオーバーヒートしちまったな。ちょっと時間をかけすぎましたね。よし、今度はうまくいった。結局3つの穴があったみたいだな。もう動画7分近いのにまだ24レベなんですけど。これはまずい。ここは何なの？飛び降りるだけ？ははーん、そういうことか。いや、シンプルだけど結構難しかったわ。角度とかいい感じで調整しないとダメでしたね。あ、これはタイヤで上に飛んでいくのね。これは割と得意かも。はい、オッケーでーす。ここは何？どうやらジャンプで越えていくみたいだな。ただジャンプするだけ？それなら結構簡単なんじゃない？ちょっと距離的にシビアそうだけど、針がないだけでもかなり気分が違うわ。あ、次はこのタイヤで越えていけばいいのね。これくらいじゃシックは落ちないわよ。ほら、もうゴールが見えたじゃない。え？あのゴールジャンプで届く？この手すりから飛べばいいのかな？いけー。ですよねー。あれ？何？どうなったの？あ、壁に飛ばされるギミックが置いてある。あれで上に上がればいいのね。仕掛けさえわかればこっちのもんよ。ほら、見て見て。なんだこのコース楽。帰っていいかしら？ダメです。あ、いけるいけなかったー。いや、いけたんだけど、また針なんですけど。諦めなさい、しっちゃん。デスランに針はつきものなのよ。だから最初から嫌がらせてんだろうが。あれ？ジャンプで越えられちゃった。また針なんだけど、今度はこのピストルで飛べばいいのね。よし、やってやるわ。はい、ドーン。あ、やべ、これはまずい。あ、よかった。境目に降りることができたわ。これは裂け目の下で飛べば大丈夫ね。はい、いけた。あれ？また雰囲気が変わったわね。もう針がないといいんだけど。ここはこのインパルスで、あの足場に飛んでいけばいいのかな？どうやらそうみたいね。足場も大きそうだし、これは大丈夫ね。はい、楽勝。次はあの足場ね。あれも簡単だわ。これで一つのレベルだなんて舐められてるわね。次はあの壁のギミックで越えていくのね。なんかだんだんしっちゃん頼もしくなってませんか？だいぶデスラン慣れてきた気がするわよね。じゃあ、そうでもなかったみたいですね。なかなかバランスを取るのが難しいわね。無理はせずに確実に進んでいった方が良さそうね。ちょっと角度的にかなり見づらそうね。でも落ち着いていけばなんとかなりそうだわ。よし、いけたわ。さあ、次のレベルに行くわよ。あ、行きません。しっちゃん、どうしても針が嫌なのね。でもそっちに進むしかないわよ。わかったわよ。行けばいいんでしょ。さあ、さすがに残りのレベルすべてこの調子で見ると尺がとんでもないことになるから、ここからはコメント返信しながらハイライト形式で見ていきましょうか。今回は前回の動画で募集した、来シーズンで登場する新しいボットは何ですか？というお題に対するコメントの返信です。たくさんのコメント本当にありがとうございました。まずはこちらです。これは嫌すぎるわね。ストームに飲まれてるだけでも大変なのに、そこをボットに襲われたら本当に厄介だわ。ストームダメージによってさらに攻撃が強力になるそうですよ。これは終盤は絶対にアンチ内にいないとダメね。次はこちらです。自分の偽物がボットになって襲ってくる。これもかなり怖い相手だわ。しかも武器までそっくりコピーしてくるみたいで、強い武器を持っていれば持っているほど脅威になりそうですね。めちゃくちゃ強いショットガンを持っているボットとか本当に勘弁してほしいわね。これは今シーズンの新要素、インゴットの存在をうまくイメージした面白い回答ですね。今でこそインゴットは多少余裕が出てきたけど、それを盗まれたらやっぱり嫌よね。どれくらい盗まれるかにもよりますが、このボットに倒されると全て失う。そんなことになってしまうとボットと戦うのも緊張しそうです。せめてこのボットがたくさんインゴットを持っている。それくらいのボーナスが欲しいわよね。いや、このボットも最高に厄介ね。デュオやスクワットなどの仲間と戦うモード限定になりますが、ダウンした味方をアンチ外に連れて行かれるみたいですね。味方がダウンしたけど頑張って敵を倒した。さあ、味方を蘇生させようと思ったら味方は連れ去られてアンチ外に。もしこんなことが起こったら泣きたくなっちゃうわね。リブートカードも拾えませんし絶望しかないですね。森の主ってめちゃくちゃ面白いわね。資材を採取することが大切なフォートナイトの世界で、木を伐採すると襲われるとたまりません。
ませんけどね。まあ森の主なんだからそりゃ怒るわよね。ウィーピングウッズあたりによく出そうですよね。今回のコメント返信はこれで終わりです。改めてたくさんのコメントありがとうございました。それじゃあ今回もお題を出そうかな。今回はシックちゃんがダメージトラップに苦しんだわよね。今までいろんなトラップ枠のアイテムがあったけど、新しいトラップを考えてみてください。バウンサーやジャンパみたいなダメージを与えないものでも構いません。いろんな発想で考えてみてね。あと今回はちょっとお知らせがあります。以前はオンは試しにショート動画を作ってみたんだけど、今回新たにショート専用のサブチャンネルを作りました。基本はメインのチャンネルの宣伝目的なので、メインチャンネルの動画の切り抜きになりますが、メインで動画にするのは難しいような。プレイ中に遭遇したちょっと面白い場面とか、メインとちょっと違った動画もちょくちょく投稿していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。 URL は概要欄に載せておくわね。なんかだいぶ雰囲気が変わったわよね。車の上を飛び移っていくのがなんか新鮮だわ。でもこの車結構形が歪だから、注意してないと滑り落ちちゃうのよね。的が大きいから結構やりやすそうだけどな。飛びすぎて落ちてしまう心配が割と少ないですからね。まあそう見えるわよね。ただ後半は結構車が傾いているから、さっきも言ったけど注意しないと滑り落ちちゃうのよね。よし、これでクリアだわ。ようやく80レベルか。次はどんなコースなんだろう。あれ終わり。150レベルは？どうやらここから先は別のマップになるみたいね。ということは、やったークリアだー。え、当然次もやるわよね。この動画の評判が良かったらやってもいいかもね。そんなーこの続きも見たい人が多かったら挑戦してみるから、高評価やチャンネル登録お願いします。クリエイターサポートもよろしくお願いします。今回はこの辺で失礼します。また来てくれよな。